はい、皆さん今日もお疲れ様ですってことでやっていきます、やっていきましょう。今日もよかったらチャンネル登録お願いします。お疲れ様です、皆さんお疲れ様ですってことで、7連勝中、いいじゃんいいじゃん、貢献しよう天笠くんにね。うん、ちょっと暑いからズボン脱ごう。基本的にはパンツ一丁で過ごすことが多いです、家だとね、うん、外ではパンツ一丁にはなんないかな、あんまり、うん、さあ今日枠井さん投げてるの、2-1で勝ってます。お願い枠井さん、このまま行ってくれ。最近打線は打ってるよ、打線は打ってるよ、マジで本当に打線は打っててるからさ、本当にさ頑張ろう、先発陣ファイト、心から応援して、だって先発陣がさ、先発陣があと抑えるだけでもう何試合勝ってきたことか、もうそんな感じだよ、打ってんだもん本当に。昨日だって5点取ってんだよ、あ4点だっけ、うわーすごい、すごい若いな、しんのすけはやっぱり、しんのすけ若い。さあ打っていこう、容赦なくね、チャンスメーカー、超チャンスメーカー、ういー、どんどん打っていこう、手出していこう。さあめちゃくちゃ能力を下げてるね、ほら飛ぶもんね、球が伸びる伸びる、リュウちゃん、それはきついわ、変化量マイナス1、変化量マイナス1意識、ピッチャーそうになるね、ああいうの。いやー、うわーっと素晴らしい、ナイス、今の引っ張っちゃうと楽だよね、うわー変からそのままか、ちょっと完全にワンシームに合わせたね今。うわーなんか見えなくなるな、シュート、オッケー、変化量マイナス1、さあバチコリ打ちます、まっすぐ、うわー最悪や最悪や、もうちょっと待って、名刺パシパシするし、なんで名刺パシパシするんだろう、水分取ろうかな、よっしゃー、ナイスストレート、抜けないで、オッケー、ナイスナイスナイスガイスガイです、ナイスガイスガイです、オッケー、ナイスナイス、じゃあ今日1球も投げてない、ツーシームファスト、あー見るか、ツーシームファスト、オッケー、さあさあさあさよならしよう、さよならして2試合目行こう、うわ今日涌井さん調子いいと信じよう、やっぱ最初ね無双してましたかね、涌井さん開幕して、さあ変化量マイナス1はもう把握したんで、バチコリ打っていきましょうか、うーん右とずれすぎ、なんか名刺パシパシしてんだよな、まだ見にくいな、さあ絶好調周平、絶好調周平、うわー振り遅れてんのか、それでもちょっと呼吸いっぱいしよう、ちょっと危ない、詰まってるね、オッケー、さあチャンス、さよならのチャンス、さあドラゴンズチャンス、
うわー、うっそ、もう長いって、そんな試合じゃないって、もうもうええって、負けるよこんなことしてたら本当に。まっすぐ投げます。ここはほら負ける。はい、もうすごいフラグが、マジでやってらんないよこの試合負けたら。まあ打ち勝つとして、打ち勝つとしていっか、打ち勝つからいいよ。どうぞ打ってください、どうぞ打ってください。見るんかい、それなんで見るんけ。前進し、え、おお、ナイスナイスショート、すげえ刺した、ナイス、素晴らしいんだが。今のはでかいわ。何してんの、間に合うわけないやん。ここは三振が理想的ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えた。インサイド打った。間に合うわけないやん。いや、勝つけどさ。たまげた。たまげた。たまげたわ。ここでタイガース守備を変えてきました。キャッチャーいないんか。ドラゴンズ最後全身全霊で1点取りに来たのね。残念だ、無理だよ。バントしようかな、マジで。マジでバントする、マジでバントする、全然ありだよね。いや、引っ張ろう。落ちた、帰ってきたナイスバッティング。さあ、さよなら男福永。なるほど、この打席のポイント、うん、まだだね、まだだね。さあ、さよなら男、よみがえれ福留。生き返れだっけ、よみがえれだよね。よみがえろう福留さん。いや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 、いや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 、戻ってくんのかい。よみがえれ福留。2試合目いきます。2試合目いきます。よみがえった、ナイスナイス、オッケー。ちょっと調子も上げて、バッティングのね、ちょっと目慣れもして、いいね、まあまあいいぞ。8連勝中でしょ、やっぱ勝てるね球審祭は。さあ誰だ、おーしゃ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 、うわ強っ、いかついな成績。今日あのね今日ね、なんだっけ、今日あのね、リアルタイム対戦、球審祭、読売ジャイアンツ対、嘘でしょ、ちょっと。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。うわー、追いつかれた、もう早いって追いつかれるの、もうもう何点取っても追いつかれるじゃん、なんで、もうなんで、先発、ランニングホームランじゃないこれ、ランニングホームランじゃない、出ないか。そして打席には福永が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。加藤、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。もうなんでこんな追いつかれるん、マジで。もう、涌井さんファイト、涌井さんファイト、変化球わずかに外れてボール、ナイスボール、アウトローの変化球、キレがあります、外野フライすら
打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。インサイド落ちました。どう、これはショートライナー。さあ、そしてもうなんでそんな追いつかれる。もう潰れましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、 OK。OK、 バクエさんファイト。もうプロスピどこじゃないよ。いや、プロスピここ打つ。よっしゃ、さあ、スリーボール、スリーボール。ちょっと今もう野球見てて見てないやん、ここ集中。ナイスバッティング。さあ、打てるね、打てるな。球審祭、球審祭というもの、打てる。今日加藤マジで2連敗してんだよ。ロッテも連敗中だけどね。いやー、2対2か。追いつかれるな。どっちが悪くてどっちがいいのか果たして分かりませんが、これ追いついてる側の方がさ、いいような気分はね。え、リードされても追いつくってね。え、追いついてる側の方が最後スッて抜かされんちゃうんけ。抜ける。 OK。 さあ、着実に点数を重ねていくね。着実に。涌井さん、ペース崩さずに頼むよ。さあ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 、強、立浪さん。いや、強くね、立浪さん。 95? チャンス強すぎやろ。うわー、落ちないか。なんか打てそうだな。なぜ、なぜこんなに調子がいいんだ。アイス食べたからかな。調子がいいのはなぜこんな打てる。9連勝だよ、9連勝。強ない、まだ打てるべ。大島さん、ほら無双、無双しとる、無双しとるべ。なんか打ち取られる気しなくなってきたけど、タイピンチ出たから多分この打席で打ち取られます。さあ、まず1球目、超えないね。え、超えるな。9位下がってきたね、打たれて。大谷翔平さんから6点爆発した。打線が爆発した。打ちたい球だけ打とう、打ちたい球だけ。外前進だし、捉えれば超えるよ。ダメじゃん、ダメじゃん。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。まずは出塁したいところ。いやー、2アウト1塁から長打で1点、長打で同点はきついな。打ちました、取った。ワンアウティー、ワンアウティー。さあ、でも今日は加藤、本当にまた打線に勢いがあるから、うちの方が、うちの打線勢いあるから結構ね、打線はいってる、結構いけてるから。打線ファイト、中日打線。やっぱ1番カリスっていいよね。 OK、 ザ・ツーアウティ。はい、 OK。 はい、皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ドラゴンズ応援しよう、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。